香川一区には参政党新人の小林直美さん、共産党新人の田辺健一さん、立憲民主党前職の小川淳也さん、自民党前職の平井卓也さん、日本維新の会新人の町川淳子さんが立候補しました。8回目の対決となる前職2人と新人3人が1議席を争います。小林さんは高松市で第一声を上げ、参政党が大きな政党になるためのスタートラインに立ちたいと訴えました。皆さんを巻き込みながら、私たち参政党と一緒にこの国を作っていく、そういう決意で私は今回出馬いたしました。田辺さんは高松市で出発式を開き、消費税の減税や賃金の引き上げで暮らしやすい社会を作りたいと訴えました。私を国会へと送っていただき、皆さんの暮らしを、そして普通に暮らせる社会実現させるために働かさせてください。大きなご支援をよろしくお願いいたします。小川さんは党の幹事長として応援に入った北海道から高松市の事務所に向けてオンラインで政治改革を訴えました。政治改革によって少しでも信頼を取り戻し、それを原動力にして社会を変えていく、その大きな役割、歴史的な使命、世代的な宿命、これをしっかり果たす先頭に立ちたいと。平井さんは高松市で出陣式を開き、政権交代ではなく安定した政治の下で政治改革を進めたいと訴えました。しかしながら何としてでも自公で過半数は絶対に割ってはならん、そのようなことがあったら国が壊れてしまう、その危機感を持っています。町川さんは党独自の社会保障制度による子育て支援を進めて少子化問題を解決したいと訴えました。これから30年50年したら大変なことになるんですね。まあ、そういう日本にしないためにも今ベーシックインカムが必要だと思って、私はチャレンジしてまいります。